刊花田編集長の花田和也です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは、松木邦俊さん、朝鮮近現代史研究所所長、これまでにもですね、たびたびおいでいただいていろいろ解説をしていただいておりますが、今日は3.1 運動ですね。あ、そうですね。のことを、まあ、3.1 運動のことについてですね、詳しくお伺いしたいと思いますが、はい、その前に、ついにですね、チョ・グクがですね、辞任しましたね。自ら辞めたちょっと考えられないようなことなんですけどね。とにかくもう少しね、はい、突っ張るかと思いましたけども。そうですよね。やはり相当も、保守系あるいは、一般市民の圧力がかなり高まって、もうこれ以上持ちきれないと、持ちこたえられない、家族がみんな取り調べられて、中には逮捕された親戚もいるし、下手したら本人までね、逮捕される恐れも出てきたし、ということで、もう政権が見切りをつけちゃったんですよね。見切りをつけたんですかね。これ、ムン・ジェインはずっとなんていうか、支援してきましたよね。これ、個人的には彼をね、すごく支援して、はい、辞めさせたくなかったでしょうけど、周りがね、ムン・ジェインを説得したんじゃないですね。これ以上やらせたら政権が潰れますよと。で、彼もね、はい、辞めるときに、もうすでにある程度私の務めは改革は終わったと言ってましたね、取ってつけたような言い方、いかにこう突然の辞任であったか、おそらく、政界大臣といいますかね、政権の方から、もうここで辞めろと、見切りをつけて、何か彼自身に及ぶようなですね、こう兆候があったんですかね、これ、裏で何かそういう情報があったのかもしれませんね。でその大きな政権に打撃が、ね、与える前に、はい、例えば本当に彼が法務大臣の、法務長官ですね、はい、でその在任中に逮捕されるなんてことがあっちゃったら、これは本当にあれですよね、政権としてはもう、致命的な打撃になりますから、ちょっとその前にね、尻尾を切っちまえと、という判断なんでしょうけどね。これ辞任されると、検察の方はこれどうなんですか、これはその最終的にはその諸国まで視野に入れてですね、捜査を進めてきたと思うんですけど、そこで本人に辞められちゃったと、検察側としてはね、はい、実は法務長官にさせたくなかったんですよね、なっちゃったんで、つまり彼が法務長官になってしまえば、はい、検察を徹底的に改革する、検察のいわゆる、その、捜査権といいますかね、本来警察があるような捜査権、かなり強い、そうですね、捜査権の警察、韓国の場合はね、はい、それを今度は警察に移してしまうとか、かなりその検察側のですね、組織がそがれてしまう、それに対してですね、相当組織防衛的な、意味もあって、彼を何としても法務長官になったら早く引きずり下ろしておかないと、もう検察の既得権といいますか、そういう自分たちのね、そういう権力がそがれる、そこにかなり必死になってですね、そういう理由から彼を下ろそうとしてましたから、一遍下ろしてしまえば、その意味ではある程度目的はもう達成されたということになりますよね。で、検察のその、尹さんっていうのもですね、パク・クネを引きずり下ろした人ですよね。そうですよね。これどういうふうな仕組みになってですかね、これは。だから本来は、ムン・ジェイン大統領とはですね、なんていうか同じような志だったんじゃないですかね、これは。検事総長、はい、検事総長は、ユンさんですね、ユン・ソギョルっていう人ですね、はいはい、いや彼はね、別にその左派的なと言いますかね、はい、そういう立場で思想でやったんじゃなくて、時の政権には絶対妥協しないぞという反骨精神 の人間だったんですよ、ところがムン・ジェイン大統領、それをねちょっとこう勘違いして、これは使えるぞと思ったんですね、だから彼だったら自分の味方になって、徹底的にいわゆる赤兵ですよね、旧保守派、いわゆる保守派とか、はい、そういう連中をどんどん取り締まってくれるだろうと思ったら、どっこいユン検事総長は、ムン政権に対しても同じスタンスで、そんなね、反骨精神を持って、上の言う通りには聞かないぞと。というね、かなり見込み違いがあったんですね、あれは。ああ、そうなんですかね。で、検察としてですね、の立場を今、守ろうという、今、そちらの立場でやってますから、完全に見込み違いだったんじゃないですかね。検察改革の道筋が一応ついたと、だから、辞任したと、こういう説もありますよね。だから、
ある程度その、彼は提言もしましたしね、はい、でそれに対して、検察側も、それを受け入れるような、ところまでは今来てますけどもね、ただそれを本当に実行できるかどうかというのは今からなんですよ、それは彼が法務大臣法務長官の立場にいて初めてね、それが完全に実行できるわけですよ、だからそれが全くそういうね、ただの言葉だけの問題で終わって実行に移されるかどうかというね、本当は彼としては見届けるまでいたかったでしょう、だから、それが本当に彼が言ってる通りの改革がこのまま進むかどうかというのは、極めて難しいんじゃないですかね、これはちょっとあやふやな、これはしかしムン・ジェイン大統領にとっては大変な痛手ですよね、そうですね、だから彼はこうなると今かたや国内の経済問題が非常に大変なところに生きてますよね、輸出も全どんどん減ってますし、つい先日ですか、IMF のね、成長のいわゆる予想が 2.6% から 0.6 減って、今年は 2% になるんじゃないか、で下手したらもっと切るかもしれない、という大変な経済状況にありますんでね、ムン大統領としては、やっぱそれをどう切り抜けていくかと、経済的なあまりにね、そういう力っていいますかね、そのスタッフもあまり いそうにもないんでね、最後に切り札はやっぱり反日でしょうね、そうですね、徴用工問題、これで断固たるですね、態度を示して、そうすることによってこれいわゆる保守系もそれには何も文句言えないですしね、もちろん韓国の人も反日感情高いですから、そこへメンタルなところへ訴えかけて、その自分の支持率の低下を最小限に食い止める、支持率が本当にどんどん落ちてまして、岩盤指数は 35% とか 40% とか言ってますけど、それも減ってますよね、徐々に減ってますよ ね、ある調査によると 32% だという調査結果もあります、でもどうかな、実態は30やっぱり56、もう40は切ってるんじゃないですかね、40は切ってるようですね、ただパク・クネ大統領の時みたいに、どーっとね、いかない、それは労働組合がかなり強い組織を持ってますし、それからあれもありますよね、メディア、中央日報とか、そうですね、朝鮮日報、あの辺はね、一応、保守 の意見を代弁してますけども、もう MBC だとか、KBS とかいうね、地上波の放送、テレビ、これはもう全然、ああいう人事まで韓国では大統領が握ってしまうわけですからね、大統領変わるとね、そうなんですね、ああいうテレビ局のトップまで変わっちゃう、そうすると、世論の操作がね、非常にやりやすいですよね、政権にとっては。そうですよね、ですから、そういう面もあるし、そういう岩盤の支持層のいわゆる労働組合、民主労総というのが一番今大きくなったと思いますが、100万人ぐらいのね、そこががっちり応援していれば、そうね、パク・クネ大統領の時みたいに簡単に崩れないかもしれませんね、ですから彼は朝軍がダメだったら、彼に相当するような人はまた他にも多分駒はあると思いますのでね、またそれを持ってきて、その検察の改革をやはり何とか成し遂げようと、それに対してまたいろんな反論がある、あるいは非難が起これば、日本が悪いと、この経済状況、これみんな日本のせいだと、目をみんな向こうに向けさせる、そういうですね、戦術といいますか戦略に出てくる可能性が僕は非常に高いんじゃないかと、見てますね、で今日の本題といいますか、今日お伺いしたいなと思ったのは、三一運動ですね、独立運動、これは韓国のですね、今の韓国の何ていうか歴史の中で非常に彼らがですね、大事にしているというか、そうですね、ものなんですけどね、松木さんはそのこれがですね、はい、全くの、でたらめというか、でっち上げだったと、いうことを、この前の私どもの動画にも書いていただきましたけど、そこら辺をですね、ちょっと詳しくお伺いしたいなと、なるほど、ことなんですけどね、分かりました、まず三一運動といってもですね、あまりご存じない方もいるかもしれないので、およそどんなということをちょっとご説明いただけますかね。三一運動というのは、日本が併合、日韓併合して、ちょうど9年後、1919年に起こったわけですね、
で 最初はですね、日本に留学していたあの朝鮮の学生たちが、うん、日本の政府に対して、はい、独立宣言文を出そうとして集会をやったんですね、うん、でそのきっかけは何かと言いますと、うん、これは昔のウィルソンアメリカの大統領が、はいはい、いわゆるこの民族自決主義と、第一次大戦の終わった後に、ね、うん、彼がそれを呼びかけた世界、うん、ただそれは白人の国だけの民族自決だったんですよ。そうですね。だから彼らはその有色人種に対してそんなことはこれっぽっちも考えてなかった、うん、ただその朝鮮の学生たちは、うん、留学生たちはそれは自分たちもね適用されるはずだと、うん、完全に誤解をして、でそういう独立運動のですね、うん、を始めようということで独立宣言を日本の政府に出そうとして、うん、でこれは、神田の YMCA かな、はい、そこで集会を開いた、うん、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うにその長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからねこの吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。